どうもこんにちは、ザ・シーチキンズのマーキーです。今日は au からこの荷物が届いたので、この荷物開けていきたいと思います。 Galaxy S9 Plus、5月で発売して、5月中に、応募すると、7月中にワイヤレス充電器が漏れなく当たるというキャンペーンだったんですけど、それだと思います。ちょっと開けていきましょう。カッターナイフ禁止なので、今日はハサミで開けていきたいと思います。はい、開きましたので、今からねカメラの視点変えて、中の紹介やっていきたいと思います。はい、じゃあカメラの視点変えましたので、何が入ってるか見ていきましょう。まず1つ目、背景、時間ますますご正論のことでお喜び。ここに当選商品のギャラクシー純正ワイヤレスチャージャーをお送りいたします。今後も au をよろしくお願いいたしますなんですね。はい、そして、ギャラクシーメンバーズの引き出しです。そして、これがくしゃくしゃの紙ですね、緩衝材で、これがものですね、ワイヤレスチャージャースタンド、ギャラクシー。ちょっと袋から開けてどんなものか見ていきたいと思います。スカードにテープがあるので、これもねハサミで切っていきたいと思います。ここは結構ねしっかりしてますね。ちょっと開けてみましょう。オープン。おお、白い。ちょっと取り出してみましょう。ファーストチャージ、斜めに置くようになりますね。ここに充電器の、ね、線を差し込んで、ギャラクシーのサムスンです。付属品としましては、クイックスタートガイド、充電用のケーブルとコンセントですね。あとは箱です。入ってません。今はギャラクシーで撮影中なので、持ってる iPhone ですけど、こうやって置くと充電がされると。コードありとコードなしの場合、どれぐらい充電に差がつくのか、ちょっとね今やってみたいと思います。はい、というわけで今このワイヤレス充電器に置いたバージョンと有線のみで、充電してみたものを、やってみたんですけれども、この画像の通りでした。 USB 有線の場合、まあ、52% 充電があって、満タンになるまで1時間34分かかります。でワイヤレス充電器、これに乗せた場合は、52% から満タンになるまで、1時間42分かかりますっていうのが表示されておりました。時間としては8分ぐらいしか変わらないんですけど、スマホをねこうやって使いながらね、やるにはワイヤレスだとどうしてもね使えないので、個人的には有線で使っていこうかなというふうに思います。ワイヤレスはねどんな時がいいんですかね。ちょっと置いて充電できるか、手軽っちゃ手軽なんですよね。はい、今回はこちらのギャラクシー純正ワイヤレスチャージャーご紹介しました。以上、ザ・シーチキンズマーキーでした。またお会いしましょう。さよなら。